お昼ご飯食べよっか。あ、とんかつ大好き。とんかつ食べよ。結構決まった？うん、決まった。私、ロースカツスパゲティにする。あ、オッケーオッケー。店員ちょっとこっち来い。はい、はい、お待たせいたしました。ロースカツスパゲティ一つと、はい、ヒレカツ定食の B、 はい、5名で持ってこい。じゃあ、料理来るまで暇だし、ビンタ大会でもしよっか。あ、いいね。いくよ。楽しいな。来た。失礼します。ロースカツスパゲティです。はい、失礼します。あー、美味しそう。美味しそうだね。じゃあ俺、あっちで食べるね。うん、気をつけて。うん、よし、じゃあ食べるか。いただきまーすって、爪楊枝で食えるかい。いや、さーて、食うか。うわー、うまそう、これ。うん、うまい。いや、やっぱりフランス産のシャトーブリアンと油のりが違うね、やっぱりね。いや、北海道産。あ、今日はそういう日なんだ。いや、基本、常にずっと動産になります。うん、うまい。見て。よし、いつも通り食い逃げするぞ。3、2、1。楽しい歌。うん、まず幸せ。こんなさ、ん？こんなさ、ちゃんとしたな。うまい。はい、じゃあ今回ご協力いただいた北海道にある清水町みかげのとんかつの三品さんにご協力いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。昔一緒にスキーをさせていただいて、そういうご縁で、はい、今回こういうふうに来させていただきました。北海道といえばお寿司とかジンギスカンがあると思うんですけど、そんなのは築地行けば食べれるし、まあそうだね、ジンギスカンは北海道物産店で買えるので、せっかく北海道に来たからにはこのとんかつの三品ぜひ食べてみてください。三品に来るしかないだろう。サンバー。